佐藤市哲は、大韓民国の軍人、政治家。後に、大統領警護室長となり、僕正規暗殺事件で、僕正規大統領と共に、金再慶 KCIA 部長に射殺された。5.16軍事クーデター時左から僕、正規少将、僕将軽少量、離楽前少量、車、佐藤市哲対景気同一音群朝丁面の農家に、生まれるが、 経歴上は、経常府出身。朝鮮戦争には、学徒兵として出生。韓国陸軍士官学校11期の試験に落ちた後、陸軍校首相候補兵幹部候補生として、将位となり、アメリカの陸軍士官学校に留学。1959年空輸特選団に配属された。その後、再度米国に留学、ジョージア州ポートベニングのレンジャースクールで、 降下訓練を受ける。ある時、韓国軍留学生たちは、米軍兵士と二人一組でペアを組み、M60 機関銃を交互に担いで、深夜ワニの住む沼を一周するという訓練を受けた。しかし車は、ペアの米兵に、暴力沙汰を引き起こしてしまう。一時は、連帯責任で留学生全体の帰国まで、危ぶまれたが、 米兵が車との連携を怠っていたことが認められ、処分を免れた。1960年に帰国して大尉に昇進、第一空油団の中隊長となる。またこの頃、僕世紀少将と知り合う。翌1961年には、僕世紀の5.16軍事空デターに交往し、金庫で放棄、海兵隊と共にソウルを目指した。道中。 第一観光橋にて、決起軍を鎮圧戦とする憲兵隊の足止めを食らったが、車は自ら率先して橋を強行突破、決起軍のソウルへの進路が開かれた。クーデターの成功後、第一観光橋での功績により国家再建最高会議で、国家再建最高会議議長敬悟次長。1963年10月の大統領選挙で、 僕正紀が大統領に当選すると、翌10月の総選挙で民主共和党の全国区候補として立候補し初当選、国会議員となった。1965年の日韓基本条約の批准をめぐり、国会が空転した際、僕正紀の意を組実力行使により強行採決し、批准させた。以後、第7代、第8代。 第9代の国会議員選挙で連続当選し、共和党の中央上に議員や党務委員、国会の内務、外務委員会の委員長などを歴任した。一方では、軍事政変後、僕世紀から勉学の勧めを受けて、夜間大学に入学を決意し、1964年に国民大学校で政治学修士、1965年には、 政治学博士の学位を取得したが、権力で買い取ったと言われている。1974年、文聖光事件により更迭された前任者、牧将、刑の代わりとして、第三大大統領刑護室長になった。1979年10月26日、牧正規暗殺事件で演説の場で、金再刑に射殺された。殺害の理由は明らかになっていないが、 従来より車と金は献献の中であり、一説によれば、当時不残と馬山で起こっていた、釜馬民主構想への対応において、牧世機が車、里藤鉄の強行策を採用したため、韓国中央情報部の金債刑の立場が脅威にさらされていたためとも言われる。警護室の本来の職域を超えて、 権力を誇示し乱用したため、性的を多く作り非常に評判が悪かったが、敬虔なキリスト教徒という一面もあり、金銭的には精錬だった。車の死後に残された財産は多くなく、彼の年老いた母は、養老院で寂しい生活を送った。車の下で警護員を務め後に警護室長となった。僕総判は、車室長は、老いたちと、 陸軍士官学校出身でないことから自己否定感が強くために地位を得てから無軌道になったのではないかと語っている。ありがとうございます。